はい、ラジオお聞きの皆様、おはこんばんちは。今宮健太選手講演会事務局一心寺住職の今宮です。早いもので、今年ももう12月ということでですね、暮れが近づいてまいりましたと同時にね、もう非常に空気の方も冷たくなりまして、もう風もねビュンビュン吹いてきて、いやー外に出るのがね非常に億劫になってきている今日この頃ですね。また私のツイッター見てる方は知ってるかもしれませんけどね、一昨日でしたっけね、腰にすごい痛みを感じて、これいよいよそのぎっくり腰をやったのかなって思ったんですよね。でマジの一撃って昔から言いますから、これやったかなと思ったんですけど、意外とそうでもなさそうですね。意外と動いてる分にはそんなに痛くないんですけどね、こうひねったりとか立ったりとか座ったりとかそういう動きをすると痛くなるので、まあ、もしかしたらぎっくり腰じゃないような気がしてきました。急に来た、多少前兆あったんでね。なのでもしかしたらこれはまあ一回あるんです、その座骨神経痛なのかなっていう感じはしてます。なのでまあ特段良くなったりはしてないんですけど、まあめちゃくちゃ悪いってわけでもないですし、まあ、長い時間ちょっと座るのはしんどいんですけど、まあ普通に立ったり動いたりして仕事してる分にはそこまで影響はなくはないですけど、まあまあまあできなくはないと思うので、多分ぎっくり腰とかではないのかなというふうに今は感じています。なのでね、どうしてもね、まあ暮れになりますと、まあお寺もそうですし、まあ講演会の活動もねいろいろと、差し迫ってきてね忙しくなってきますので、まあぼちぼち僕も体をこれ以上壊さない程度にね、まあ頑張っていこうかなと思っていますけれども、まあ皆さんもねこうやって暮れが近づきますとね、お仕事だったりとかね大掃除とかいろんなことがあってなかなかね落ち着きもないと思いますけどね、まあでも元気に健康にね年を越せるように、残り1ヶ月、皆さんですね、くれぐれも注意をして、お仕事、もしくはご生活の方ですね進めていただけたらと思っておるところでございます。といったわけで、まずはね、まあオープニングではございますけれども、まあ健太の方がね、来年から、選手会長にもう就任したのかな、まあ2年ぐらいはやるんじゃないかなと思いますけどね。まあ前回のラジオで若干話しましたけども、一応僕は聞いてはいたんで、選手会長になるっていうのはね、ただまあ球団絡みのことなので、まあ、なかなか私の方から言えないんでね、まあ、なんとなくそれっぽいことは言いましたけれどもね、まあ、本人もまあ自分のこともね、いろいろとまあね最後の1年というかね、まあ、契約上は最後の1年なので、まあ、いろいろと考えるところもあると思うんですけれども、まあしっかりね、まあ、責任は増えましたけれども、まあ、チームを引っ張る、選手会長としてね、まだまだ頑張ってもらいたいなと思うところでございます。といったわけでね、今日は、283回のラジオをやっていこうと思いますので、今日もどうか最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは、証券会ラジオスタートです。はい、というわけでね、今日もラジオの方やっていこうと思っております。最近ね仕事をしながら昔のね証券会ラジオをこうランダムで YouTube でねこう流れるようにしてるんですけどね、まあやっぱりこう昔はこうねいろんな試みをねしてたなっていうのをやっぱり感じますね。やっぱり特に100回前後はやっぱりすごいねゲストがいたりコーナーがたくさんあったりとかいうことでね、まあ、僕も精力的にやってたなっていう感じがしますね。まあ、何が違うってやっぱりそういう素材が多いんですよね。やっぱりコロナになってからね行けないとか会えないとかっていうのはすごく多くなってきて、やっぱそういうお店に出向いたりとか、ゲスト呼んだりっていうのができなくなっちゃってて、やっぱりそういうのもやっぱり一つの、まあ、あと僕が忙しくなったっていうのもまあなくはないんですけど、やっぱ素材が揃えばね、まあ、それなりの番組構成ができるのかなとか思うんですけどね。まあでもそういうことも言ってられない。またね新しいなんかね新型出たりとかしてね、ちょっとまあテレビとかざわついてますけど、まあどんなに我々がね頑張ったところで、まあ、ウイルスはねなくなりはしないので、まあどういうふうに付き合っていくのかっていうことでね、まず自分自身ができることをねやっていこうかないので、まあそういうことを検討しながらね、まあ2022年ね新しい1年は、いろんなことにまたね新しい証券会としてもですけどね、まあ、ラジオとしても新しいことに挑戦していけたらいいなとか、もっとねこう盛り上がるラジオに、していけたらいいなというふうに考えさせられるね、まあ、ラジオのこの今までの回想をね聞いてて思いました。
まあ、なのでね、まあ今日はどうかじゃないんですけど、まずは、メールの方をいただいてますのでね、メール紹介していきたいと思います。まずはこちら、吉田さんです。いつもありがとうございます。女性の方ですね。千葉県の方です。健太選手お疲れ様でした。怪我の方も順調に回復しているみたいで安心しております。焦らずゆっくり治してくださいね。来シーズンは、万全で迎えられるように。千葉在住のためマリンスタジアム、メットライフドームが中心になりますが、少しでも多くの球場で観戦できるようにしたいと思っております。たくさんの笑顔が見たいです。ずっとずっと応援していますと。だってね、ありがとうございます。健太もね、こういったやっぱりね、言葉を聞くとね、落ち着くんじゃないかなと思いますね。まあ、本人もね、いろんなことをやっぱり考えながらね、来シーズンも、おそらく、過ごしていくんだと思いますけれども、こういったね、温かいファンの方々がいるおかげで、頑張れるというのはね、常々から言ってますので、ぜひまたね、激励会もしくはこのラジオの方でね、こういった言葉を、伝えてあげたいなと思います。ちなみにね、吉田さんが来季のホークスへ期待すること、若手選手の活躍ですねと。若手選手が活躍することによって、ベテラン選手にも刺激を与えて競争意識も高まると思いますと、ことですね。あとラジオにメッセージいただいてますね。ご無沙汰しております。日本シリーズも始まりましたね。オリックスのサヨナラ勝ちがすごいです。勢いがついたかな。遅くなりましたが、当選したプレゼントが届きました。大切にします。ありがとうございましたといただいております。吉田さん、ありがとうございます。はい、まあでもね、こうやって届いたものをね、まあ、お礼のメールとかいただくとまたね、ありがたいなと思うし、嬉しく思っております。といったわけでね、今回メール読んでいただいた、読ませていただいた方にはプレゼントいたしますので、またね、サインとかはちょっとないですけど、ぜひ、ステッカーの、方をですね、吉田さんにお貸せていただきますので、こちら到着の方を楽しみにされてください。メールの方ありがとうございました。続きまして、まだメールいただいてますね。紹介します。プリンスエイトさんです。ありがとうございます。東京の男性の方ですね。住職様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。日本シリーズも第三者的な目線で楽しんでいます。コブラさんとマグナムさん、それぞれのひいきのチームですし、近年にない接戦の連続、実に新鮮な感じです。さて、クラウドファンディングでの健太選手の応援ソングの CD が届きました。下松翔さんの爽やかな歌声が印象的ですね。またアップテンポの曲で元気が出てくるような気になります。ブックも背表紙の健太選手の写真がベリークー、そして出資した皆さんの名前でかたどったハートマーク、素晴らしい出来ですね。年を取ると聞き慣れた曲以外が頭に入ってこなくなるもんですが、この素敵な元気出しソングを繰り返し聞いて鼻声を歌えるようにしたいと思っておりますということでね、いただいております。プリンスエイトさん、ありがとうございます。もうね、まあ、前回のラジオでもお話ししましたが、皆さんのもとにですね、このクラウドファンディングに、賛同していただいた方にはですね、順次 CD が届いているということでございますね。まあでも本当にね、まあ本当はこうみんなでね、この曲を聴きながらこうタオルを回してね、激励会でうわーってなるのがまあいつもなんですけどね、まあこれができないというのはまあもの悲しいなというところでございますけどね、まあ少しでもそういったね、生活に戻れるといいなと思いますけれども、まずはね、それぞれこの歌が歌えるようにこの CD を聴いて練習をしてですね、来たね、来る日が来た時にはみんなでね、こう歌いながら、健太をね応援していきたいなと思いますので、ぜひ、CD がね届いた方は、まあ、鼻歌でも結構ですから、まあ、練習していただけると嬉しいと思いますし、まあ、気持ちを高めるまた一つのツールにねしてもらえたらいいなと思っております。まあ日本シリーズはね、残念ながらというか、まあオリックス負けちゃいましたので、ヤクルトスワローズの、優勝となりましたね。とはいえ、もう本当に甲乙つけがたいね、本当に素晴らしい試合の連続で、まあ、第6戦でね決まってしまいましたけれども、まあ、本当にお互いの投手力、そしてね、ここ一番でねヒットが出るか、まあ、そういうところに全てが集約された日本シリーズだったなというふうに思いますね。まあ、きっとオリックスもね、やはりこう日本一を目の前で逃して本当ね、あと一歩とか行きましたんで、きっとね、来季はもっともっとやるぞという気持ちでね、もっともっとこう若手がね躍動すると思うんで、まあ、ホークスもね、まあ今回モイネロ選手がね3年契約だったりとか、あとはね、まあ、それはグラシャル選手も延長するかもしれない、まあ、ちょっと明るいニュースもねちらほら出てますね。あとは中日の又吉選手も FA で取るかもっていう話もありますんでね、まあ、ちょっとずつやっぱホークスの方もね、まあ、動いてきてるし、いい話もね出てきているので、ぜひ来年はね、まあ厳しいシーズンになるとは思いますけれども、
ぜひね、応援して、健太もね、今までのね、この4年契約の集大成をね、素晴らしい形でぜひ締めくくってもらいたいなと思いますけどね。はい、ではプリンセスさんの方にも、こちらステッカーの方をお送りしますのでね、ぜひ到着までお待ちください。プリンスエイトさん、ありがとうございます。ではね、もう一件メールいただいてますね、紹介しますよ。こちらはショウさんです。いつもありがとうございます。福岡県男性の方です。図書さん、リスナーの皆さん、おはこんばんちは。プロ野球選手の皆さん、1年間お疲れ様でした。そしてヤクルトスワローズの皆さん、日本一おめでとうございます。健太選手、来シーズンから選手会長に就任されますね。柳田新キャプテンとともにチームを引っ張り、そしてコロナがさらに落ち着いた状態で日本一に返り咲いて、ビールかけを楽しんでほしいですよね。さて、としおさんやリスナーさんは里崎チャンネルという YouTube を見たことはありますか？見たことは1回だけあります。ただまあ、そのすごい有名なチャンネルなので、なんかニュースで見たりしますね、ヤフーニュースとかで。その中で10億円ドラフトという面白い企画をやっています。詳しくは里崎チャンネルドラフトで検索してみてください。内容はオフシーズンが終わり、全選手の契約更改が終了した後にやるのですが、簡単に言えばチーム総年俸最大10億円という制限の中でチームを作る。しかし各ポジションなどにドラフトで指名していくので競合もあり得るというもの。このドラフトの趣旨は限られた予算内でチーム強いチームを作るのではなく、答え合わせは1年後、つまり翌シーズンの年俸と照らし合わせて総年俸がどれだけ上下したかを競います。簡単に言えば今シーズン活躍する選手を予想するゲームです。2人か4人できるので、証券会の幹部メンバーでやって配信するのも楽しいし、リスナーの中から参加したい人を募集するのも楽しいかと思います。同じ球団のファンの中で盛り上がるのも楽しいですが、先日の日本シリーズのように普段見ない球団にどんな魅力的な選手がいるかを語り合うのも楽しいと思うので、プロ野球マニアも潜む証券会メンバーでやったら面白くなりそうですね。都合が合えば参加してみたいですと翔さんからいただいております。ありがとうございます。まあ、いかんせんこう企画不足のね、証券会、まあ、ラジオでありますからね、まあ、こういった、プロ野球チップスを開けようというね、まあ、あれもありますけれども、まあ、それ以外にね、こういった、まあ、1年後に答え合わせをするっていう、こういう企画も悪くないかなと思いますんでね。まあ、コブラさんですかね、幹部っていう言い方あれかもしれませんけど、まあ、準レギュラーで言えば私、あとコブラさん、あと、まあ、できればマグナムさんとかがいいですね。やっぱ野球が本当好きでね、やっぱり詳しい、精通しているってやっぱあの辺ですかね。まあ、あの辺とやってみると面白いかなと思いますけどね。はい。まあでも、まあ翔さんもそうですけどね、やっぱり他球団ね、こうホークスだけじゃなくてね、広い目でこうプロ野球を見てるという方の方がやっぱりこの企画はね、まあ楽しめると思うし、参加してやっぱりもっとこう濃い話ができるかなと思うんでね、いいかなと思いますね。やっぱり証券会的にはショートのね、まあ、健太をねドラフトで取るってなるんでしょうけどね、まあ、いかんせん彼の年俸高いんでね、今年はね、まあ、なかなか選ぶと他の選手がね、あんまり高い選手選べないんで、どうなのみたいなのがあるかもしれませんけどね。まあでもやっぱり他の球団の選手のね、情報をやっぱ知るっていうのは、すごくやっぱり野球を見る上ではとても大事なことだと思うし、楽しむ上では本当に重要なことだと思うので、まあ、こういった企画を通してね、まあ、いろんな選手のことを知ってもらうのもいいんじゃないかなと思います。詳細いつもね、いろんな楽しいというかね、こうためになる知らないお話をねしていただけるんで、すごく楽しく思っております。またこれからもぜひ何か面白い企画などがありましたら、こうやってねメールいただけると、嬉しいです。まあ、年末近くなりますんでね、お体気をつけてお過ごしください。翔さんにもね、ステッカーの方をお送りしますので、到着まで、お待ちください。いつもねありがとうございます。といったわけで、まあ、今回からですね、できればまあ、メールいただいた方にはね、まあ、そんなに大層なものは送れませんけれども、まあ、ステッカー等ですね、番組ステッカーなのか証券会ステッカーなのか分かりませんけれども、まあ、どんどんねプレゼントしていきたいなと思っていますので、ぜひこのねラジオの、説明欄の方にねメールフォームありますから、そちらの方からどしどしメールを送っていただけたらと思っております。必ず、送る際にはね、お名前と電話番号、住所、こちら絶対書いてくださいね。こちらがないと送れませんからね、プレゼントの必ず、添えて送っていただくようにお願いいたします。以上、皆様からのメール紹介いたしました。はい、ではね、今皆様からのメールの方を紹介させていただきました。まあね、短い時間のラジオではありますけれども、こうやってね、まあ、ちょっとずつ情報をね、皆さんと共有しながらね、
ラジオの方も続けていけたらなと思っておりますけれども、まあ、これからする話はなるべくもうラジオの中だけで、まあ、皆さんのね、周りだけで、収めてもらいたいなと思うんですけれども、ケンタのね、自主トレの、話が一応僕の方にも入ってきました。例年であればね、北九州の方で、いわゆるチームケンタでね、自主トレをするということではあるんですけれども、来年、1月ですよね、来年は、ケンタ単独でやるというふうに、話を聞いております。シュート君もね、肩の怪我やってますし、高田君とか、あとは、川瀬君ですか、明君ですねとかもね、ちょっと別でやるということに聞いてますので、今回はケンタ一人でやると、これは多分おそらく、ケンタもね、自分 今年ばかりはやっぱ自分のねことをやっぱ一番にやっていかないとこれはまずいというのがあるんじゃないですかね。やっぱそれこそね、背水の陣じゃないですけれども、やっぱりしっかりね、追い込まれた状況でやっぱ自分をね最高の状態に持っていくっていうのがあると思うので、多分健太一人、もしかしたら楽天の村林君も一緒にするんじゃないかなと聞いてますけど、いずれにしても もう超少数精鋭でと、精鋭というか超少数でやるというふうに聞いてますので、多分またコロナもありますからね、きっと、サインとか書くとないと思います、おそらく。なので非公開でやるんじゃないかなと思いますんでね。どうですかね、自分は池塾、今回勧業はね1週間になりましたので、日が合えばね、ちょっとレポートとかね行って、皆さんにラジオを通じてね、こういう風にやってましたよなんてお話ができると、いいかなと思ったりしますけどね。いずれにしてもおそらく非公開で、1人もしくは2人でっていう形になると思うんで、今までのようなちょっと自主トレの感じではないのかなというふうには聞きますけどね。このあたりもまだはっきり僕も本人から聞いたというよりは社長の方からね今回話聞いたんで、なのでおそらく間違いないとは思いますけれども、そういった形で自主トレをするそうです。なのでね、本人のいろいろとね、やっぱそういった気持ちというのをまた私もね受け止めて、また、年末にね、激励会という形でね、また皆さんと健太と一緒にね配信をしますけれども、あと皆さんからのメッセージ等をですね、受けて、本人に少しでも届けていきたいなというふうに思います。実はまだ激励会の日にちが決まっていません。まだ健太の方からね連絡来ないので、とはいえね、もうそろそろあとね、もう12月になっちゃいましたから、そろそろ決めないとまずいなと思っています。なので早めになと思ってますけどね。一番会員カード、新しいじゃなかった、もう最後の会員カードですね、こちらの方がデザインが一応さっき決まりました。一応私の意向で今回は3枚の写真を使っています。今までカードに使ってない写真ですね。3人なので、なんていうかね、入団入って間もない時の写真と、で、2015年ぐらいの写真と、去年の写真とですね、こう成長段階が見えるような写真の使い方と、あとサインの方もですね、昔の本当に昔の今宮健太って書いてる2番のサインと、あと今のサインですね、この2つを入れて、今宮健太っていう感じでねバッと書いても、あと金と黒でね、ちょっとシックな感じに仕上げてます。なので今までの会員カードとは大違うなって思われるような、仕上がりの、カードになってますので、今回はね会員カードというよりは、証券会の記念カードという形になりますけれども、こちらができたらですね、それと一緒に、来年度のね証券会 の、ウェブ上でこういうふうにしますよっていう案内と、激励会のね日にちと、激励会が見れる、QR コードとか、そういったものをですね、お送りしたいなというふうに思っておりますので、もうやっぱそれ考えるともうやっぱ2週間ぐらい後になるかなと思います。皆さんに送るのはですね、ちょっと時間いただきますけれども、本当ギリギリになっちゃうかもしれませんけれどもね、もう少々お時間いただけたらなというふうに思っております。といったわけで今日はですね、簡単な、お話になってしまいましたけれども、健太の自主トレの話とかね、選手会長になった話とか、そういったものをねさせていただきました。また次回もね何か、できればね本当にもうちょっと身のある話ができたらいいなと思うんですけれども、またね情報が健太の情報が入ってくればね、またここでしか話せないような情報も話していけたらいいなと思っていますので、次回も、ぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。それではね、
12月非常に寒くなってきました。コロナもねちょっと新しいの入ってきたりしてね、不穏な空気もありますけれども、皆さんね十分お体に気をつけてお過ごしください。次回また284回の証券会ラジオでお会いしましょう。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。さようなら。